本日は Google コラボラトリーを用いてステーブルディフュージョンを使用する方法をお伝えします。なるべく簡潔に説明するので、難しそうだから諦めていたという方もぜひ動画を見ながらチャレンジしてみてください。早速使い方を見ていきましょう。まずは Google で GitHub を検索、 github.com をクリックします。右上の検索窓からステーブルディフュージョンを検索しましょう。少し下にスクロールすると The Last Ben と書かれた項目があります。こちらの URL をクリックしましょう。するとこのような画面になるので、右上のコードボタンをクリック、 HTTPS から始まるリンクをコピーしておきましょう。次は Google コラボラトリーを開きます。 Google アカウントにログインしているとこのようなポップアップで出てくると思います。 GitHub のタブをクリックして先ほどコピーしたリンクを貼り付けます。レポジトリという項目はファストステーブルディフュージョンを選択します。以下のように URL が2つ出てくるので、下のオートマティック1111をクリックしましょう。するとこのような画面になります。ややこしそうに見えますが、手順通りにやればとても簡単なので安心してください。はじめにファイルタブからドライブにコピーを保存を押してから進めます。次にコネクト Google ドライブの左にある再生ボタンをクリック、ロボットではないことを証明してもろもろのアクセス許可をします。利用規約などはご自身で目を通すようにお願いします。あとは下にあるインストールリクワイアメンツから始まる項目も同様に再生ボタンをクリック、モデルは V2.1 を選択してから再生を押します。さらにその下にあるコントロールネットも再生ボタンを押して、最後にスタートスタブルディフュージョンをクリックしましょう。しばらく待つとこの URL が出てくるのでクリックします。これにて完了です。あとは上のブロックにプロンプトを入れて、下のブロックにネガティブプロンプトを入れれば簡単に画像生成ができます。ここの画面の詳細は一旦省きますが、とりあえず適当に生成してみましょう。するとこのような画像が出てきました。これはデフォルトのモデルを使用しているので出来がいまいちですが、他のモデルを使用すれば同じプロンプトでも生成される画像のクオリティが一気に上がります。この動画のサムネイルに使用している画像は Beautiful Realistic Asians というモデルです。最近は Twitter でもかなり話題になっていますが、このモデルを使うだけで一気に本物の人間らしくなります。ちょっと指がおかしいですが、顔のリアルさは一気に向上しました。せっかくなのでもう少し生成してみましょう。このクオリティの画像が一瞬で生成できてしまうので本当にすごいです。このビューティフルリアリスティックアジアンズというモデルを組み込むにはもう一手間必要なので、次回の動画でさらに詳しくお伝えします。参考になったという方はぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけますと幸いです。ではまたすぐにお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。